まず第一に感じたのがですね、ブレーキの部分で1名乗車の場合とフル乗車の場合、乗り換えの最初はですね、全く別の車に乗ってるんじゃないかというような感覚を受けました。やはりですね、ブレーキを踏んで止まるまで車体の重さというものをですね、運転手として感じることができました。どちらもラインに沿って走れているような感じがしたんですが、やはりよりラインの近くを走れたのは1名乗車の時っていうことは最後に感じることができました。やはり走り始めの加速がですね、全く違いました。1名乗車の時は軽いんですが、フル乗車の時は違う車に乗ってるんじゃないかというような重さを感じました。人をたくさん乗せているっていう意識を持って、早めのブレーキ、早めの加速ですね、こちらを気をつけていただくことと、カーブの前はスピードを落とす、ブレーキを早めに踏むということを心がけていただけたらと思います。